お、出たぞ。空に輝く星。1921年、ここからそう遠くない場所で一人のパイロットが撃ち落とされたが、墜落しても生き残って仲間のところに歩いて戻った。飛行機の残骸を見つけてほしい。はあ、ははあ、トレーラーとクレーンが必要だろうな。墜落機へ向かう。あ、ここね。ああ、このトレーラー。幅広型平床セミ。これサドルコーなんだね。墜落機へ向かう。まあ、ここに、この3つが、ああ、なるほど、さっきと同じか。この付近に、この3つが落ちてるから、それを探知機で探して、これに乗っけて空港へ持って帰ると。なかなか大変じゃないそれ。なるほどね。わかった。ちょっとまた面白そうだな。でもちょっとマップには、あ、でもこれそうなのかな。なんか明らかに瓦礫っぽい感じだけど、まあでもこの周辺なんでしょ。でも金属探知機が本当に役に立たないってことは分かったからな。どの道目視だな。 OK。 幅広型平床セミトレーラーを使うということは、まあクレーンってことは引きずって帰るのでもいいんだけど、納品ができないって感じかな。じゃあどの道この車は、まあ、クレーンはついてるけどサドルコーがついてないから、まあここ近辺でちょっととりあえず行くだけ行ってみるか。で引きずって持って帰れりゃ持って帰りゃいいしって感じだよね。じゃあルート的には、はい、とりあえず、まあ、墜落現場までのルートを書いたので、とりあえず行くだけ行ってみましょう。警察にね、これ持って行くまでで一工程になってんのか。だからまあ行ってもダメなんだろうな。ウインチで引っ張っていくのでもいいのかな。あんまり意味ねえか。やってみる。まあ手間を省くっていう意味ではいいかもしれんな。持ってってやるよ。ああ、引っかかるとこないんだ。ここかかるよね。クレーンだと引っかからないの？あれ、そんな感じだっけ？じゃあ、どういうこと？あれ、そんなだっけな。なんか前乗っけてたような気がしたんだけど。こいつとかって乗っけてたような気がするよね。出たな。出る時と出ない時があるのか。どういう理屈だろう。そうだよね、これできてたよね。いやでも上がんねえな。上がってちょうだい。ダメか。あ、消えた。出る時と出ない時があるぞ。どういう理屈なんだろう。よし、これでいいだろう。
このトレーラーでこの木の間抜けるってのは結構無理ゲーかもしれない。いける？これ。意外といけるのかな。いや、引っかかったね。なんか刺さってない？さて、どうしたもんかな。ってなると道を通るしかないのか。こっちからぐるっと回るってことかな。それか抜けれるルートがあるのか。ぐるっと回るか。あんまり無茶してスタックしたら割と終わりだからな。嘘でしょ。何それ、あいつ木にぶっ刺さってんな。いやもうこれ復帰は望めないな。サドルコーとクレーンね。オッケー。まあいつものルートだな。これだな。木がぶっ刺さってんな。オッケー。そんで反対側だな。はい、オッケー。で、ちょっとどいてもらって。はい、オッケー。これでいくと。いや、やっぱこれ幅がめちゃくちゃでかいな、このトレーラー。なんか結果成功法になったっていう感じだな。岩がめちゃくちゃあるな。おおね。さて、こっから先はショートカットあるんだっけ。いや、あ、まあここはちょっとあれだけど、基本道だね。森を抜けるってことはないから、木がぶっ刺さる心配はなさそうだけど、
あれこれ登れるかね。めちゃくちゃ急な坂になってっけど、これ無理じゃね。無理だとしたらどうすればいいんだ。こっちから回るってこと。いやこれ一応トライしてみっか。いやちょっと無理な気すんなこれ。崖じゃん。いや、この木の左側に首がいかねえな。OK。オッケー、なんとかいったか。ただこれ帰りはここ通れるのかなっていう疑問はある。下りだから意外となんとかなったりするんだろうか。いけそうだけど積み荷が落ちそうだよね。あ、はいはい、ここもめちゃくちゃ細いとこじゃなかったっけ。そうだ、これスカウトでギリだったとこじゃない。これトラック無理だぜ。ってなるとここ。マジそんなことある。でも無理だもんな。やっぱこっちか。じゃあいやこっちはこっちでダメだな。いやこれダメじゃない。やべえぞ。いやスタックしたかもしれん。
やべえ、詰んだわ。オッケーオッケーオッケー。いや、これは無理だったな。ってことはどうすんの？このルートかだな。ここからおとなしく道で行くしかないな。ここも抜けられそうではあるけど、まあまあ道でいいだろう。よし、戻ろう。まさか滝になってるとはな。やばい。やば、タイヤいったぞ。そんなにぶつかったかね。まあでもぶっちゃけこれ墜落機にこのセミトレーラーで行くのが目的じゃん。そしたら次はパーツの納品になってるんだよね。ってことは別にこのトレーラーで運ばなくてもいいんじゃないか説あるんだよな。一個ずつ、まあ一個が何スローなのか知らんけど、1パーツずつ小分けで運んでもいいんじゃないのか説あるよね。ここで燃料補給できるね。オッケー。ああ、もうでもこれあんまり残ってなかったんじゃなかったっけな。260しかないわ。お、黄色のラインが見えたな。あのエリアか。はい、到着。いや、大変だったな。そしてまあ例によってわからないんだよね、場所はね。でまあそれを見つけなきゃいかんのだが、あれ場所どこだ。ここか。まあこの近辺でしょう。でもこれだよねきっとね。あ、違うな。マップに見えないのかな。金属探知機持ってくるか。その前に一旦こいつでちょっと走り回ってみたい感じはあるよな。こいつで走り回って発見状態になるんであれば金属探知機持ってこなくて済むじゃん。さて到着したけど、マッ
ップ状だとなあ。でもこれとかそうなのかな、なんかちょっと変だもんねこれ。だとするとこの海岸沿いをこう行けってことなのかな。発見状態になるかどうかわからんけど、ちょっとここまで行ってみようか。これ多分そうでしょう。やっぱそうだよね、今沈んだよね明らかに。でも見つけたことにはならないな。あ、でも掴めるな。でかっ。これは厳しいか。何スロだよこれ。なるほど、じゃあ金属探知機で見つける的なことをしないとマーカーは出ないんだな。持ってくことはできるんじゃない？